峰風型、立ち風、駆逐艦。立ち風、立ち風は、日本海軍の駆逐艦。峰風型の11番艦である。艦名は、立ちを振るった際に出る風を意味する。1944年、昭和19年、2月4日、人員物資輸送のため向かったトラック島の君島艦礁で座礁。17日にトラック島空襲に参加の米軍機と交戦し、翌18日朝に米軍機の攻撃を受け戦没した。性能所言。